上位を紹介する前にランキングには入らなかったんですけれども、はい、非常に、注目を集めた動画がありました、9月20日西浦選手年に一度レベルミラクルド根性補給です。ご覧ください。20日の西武オリックス戦、この辺りセンター西浦選手猛然と後ろに走っていってジャンピング、ファインプレーですよね。初回ですから、いや気持ちが入ってますね。いや気持ち入ってますよね。いや本当に西浦選手、あの守備範囲も広いですしね、危ねえって言ってましたね。そうですね、今完全に危ねえって言ってましたけれども、はい、これでもねスローで見てみると、うん、あのグラブで当ててその後素手でキャッチしてるんですよ。これね、よく見るとグラブの当てて一瞬こぼれるんですけど、こう腕で抱え込むという、ちょっとギリギリですね。でもこれ飛ばなきゃ痛めてませんか。確かにこうあの手を伸ばしたこの辺りに当たってますから、はい、この辺りでも取れてたっていう説はありますよね。勢い余っちゃったんですかね、はい、西浦選手本当にあの反応がいいんですよ。あの打球反応が良くて、これもですね、あの打った瞬間に猛然と後ろに走り出してるというところもいいんで、まあ、この辺りがねミラクルということ。あの私あの明徳義塾時代に西浦選手取材したことがありまして、もうね身体能力がすごかったですよ。もうセンスがすごくて、でむしろねあの明徳の馬淵監督は打撃がすごいって言ってました。じゃあこれからそうなんですよ。これからもしかしたらあの甲子園で満塁ホームランも打ってますし、これからですね守備だけでなくこれ打撃もちょっと今後注目の選手で、まあ、特にオリックス今若手がかなり出てますからね。そうです ね、まあ、勢いというか若さあふれるチームですからね、うん、久保選手とかね、あとラオウ杉本選手とか注目が集まるところですけれども、この西浦選手のミラクルド根性キャッチが番外編ということでご紹介しました。ナイスプレーでした。はい。